これでよしっと。パイセン、何見てんすか？別に見てないし。いくら童貞だからってガン見しすぎじゃないすか？ガン見、違う、ガン見とか。先輩、私の分もお願いします。あ、うん。モモ、お前はお隣さんってわけじゃないんだから、そろそろ帰った方が。別にモモはこのまま泊まってもいいのですが。スエハル、お前落ち着け、緑。おい、モモ、お前確信犯だろ。さあ、何のことでしょう。とぼけんな。もしかしてお仕置きですか？6年前お兄ちゃんが大好きだったお医者さんごっこ、またしてくれるんですか？スエハル、ハル兄さんのエッチ。ハル兄スケベ。モモ、よし、これでどうだ。なんて言うと思った？え、なめてんじゃねえわよ。私だっていい年、男に乳くらい揉まれたことあるわ。こんなところまで妙にリアル。父もんだくらいで勝ち誇ってんじゃねえわよ、この童貞野郎。道具。女の子に道具扱いはさすがに。道具、マスターの道具。なんて素敵な響きでしょう。え、このロゼは幸せ者です。どうかロゼを道具としてお好きなようにお使いください。何を、そりゃ私だって女だからわかるって。ならもうちょっと女らしくだな。いや、悪かった、お前は十分女らしい。ふん、分かりゃいいんだ。どこを見てんだこのスケベ野郎。ギブギブ。わー、なによこれ。絵になるな。早く助けてよ。ちょっと待て、この辺を少しはだけさせた方が。後で覚えてろよおめえ。この辺をもう少しはだけさせた方がいいかしら、ワイズ君。悪かった、俺が悪かった。地球に帰ったら覚えてるよ。そうだわ、この騒がしい世界に祝福王の新刊が出たから転送してあげる。あなたはこれ好きだったでしょ、今回のお詫びってことでね。バカ言ってんじゃねえぞ、俺の命はこの沢一冊分ってことか。悪いと思ってんなら結婚して養ってください。うるさいわよ。そこまで言うんならやってやんよ。メレ、次は拠点建設のための侵略地を手に入れよ。違うわ、これでも拝めやくれ。私が悪かったから、それを縛って。母がイルマ様によろしくお伝えくださいとのことです。マミーとウーちゃんとキーボーとコンチーとシンシンとランランがイルマちによろしくとのことです。ガヤガヤ森で取ってきたばっかり。ピチピチキトキトゴンゴ。あ、ありがとう。こんなことしなくていいからね。バイヤーンバイヤーン、ピカピカボフワー。アホ、レッドはトランポリンではない、早く降りろ。イルマちもアズアズも一緒にやろ。恋人でもねえし。うわっ、雑な感じでやっちゃいますね。な、何すんだ。先輩はこういう雑を。何？いや、面白そうだなって。別に面白くはないよ。だからダメだっていいだろ、ちょっとぐらいさ。ちょっとだけ。よくない、折れる折れるから。いいから、全員どけれよ。現世に呼ばれたのは果たして何百年ぶりか。マジかよ、ドエロい姉ちゃんが生えてきた。すごい作り。どうした、我に願いがあって呼び出したのではないのか。願い、
それって何でも叶うってやつ？いかなる欲望も思いのまま叶えてやろう。じゃあ俺をハーレム王にするとかでも？いや、隊長？私が言うのもなんだけど、悪魔との取引はおすすめしないわよ。悪魔が怖くて悪の組織やってられっか。シュチ・ニクリンは男の夢だろう。お前ら目的は何だ？略奪だろ。それに戦争、食って寝て、また略奪だ。レベッカさんの尿意が臨界地に到達しそうです。今すぐおトイレに。余計な情報を口に出さないでくれる。というわけでお前たちは私のものだ。ことの発端はあれだったけど、好印象は持たれてるようだし、特殊スキルまであるなら。私は鼻がよく効くんす。だからヒロッチのおしっこの匂いをたどってきたんすよ。なんだそのスキル！てか、おしっこの匂い、そんなに？アンモニア臭よ。むせ返るほどのね。もっと早く言ってくださいよ！隠された方が傷つくわ！グッジョブよ、ヒロ君！殺そうと思うほど憎んでいる相手からの愛の告白！これは嫌すぎるわ！そんな、ヒロが私を好きだなんて。嘘をつけ、この野郎！嘘じゃない！昔からずっとずっと好きだったんだ！お前、結婚して俺の味噌汁になってくれ。お前の子供をたくさん産みたいんだ。おはようございます、イルマくん。朝ごはんできてるよ。天気もいいし、お散歩でも行こうか。せえ、キョットン。朝っぱらからうるせえっつったんだよ、じいさん。この話をいよいよお届けする時が来たようだ。お前の名前は？死ねバカ。So can we just love